ロドリゲス・ダルマインコは、オウムモクインコ科に属する鳥類の一種である、全滅種。この種はかつて、ロドリゲス島に生息していた。その特徴のいくつかは関連する種から分岐して、ロドリゲスの長期的な隔離とその後の適応を示している。長さ約40センチメートルのロドリゲス・ダルマインコは、若け本性インコのほどの大きさだったという。その羽はほとんど灰色がかった。 スレートブルー。これは、ほとんどが緑色の種を含む属である、本性インコ属では珍しかった。オスは、メスよりも色が濃く、黒いくちばしではなく赤みがかっていましたが、成熟した男性の外観の詳細はわかっていない。オスの標本は一つしか知られてなく、未成熟であると考えられている。成熟したオスは、関連する。 黄金性インコのように翼に赤い反転を持っていた可能性がある。死由ともに喉からうなじまで黒い筋が走っていた。だがこれはオスの方がより明確だった。足は灰色で交際は黄色。いくつかの17世紀の報告は種の一部の種類が緑色であったことを示している。これは青色と緑色の両方の色の変化が起こったことを示唆していますが、 これらの報告についての明確な説明はない。生活の中でのその行動についてはほとんど知られていないが、歯と一緒に果実や種子を食べていたとされる。そして話すことも可能だったという。この種は1726年にはまだたくさんいたが、1761年には激減していた。その原因は人間による過度の狩猟と、 森林伐採の組み合わせによって激減したことである。さらにはサイクロンによって生息地が壊滅したことも致命的だったという。開拓者は一般的にロドリゲス・ダルマインコを食べていたようだ。ロドリゲス・ダルマインコは1843年にはまだかなり一般的だった可能性がある。1870年頃一連のサイクロンが襲い。 残りの個体を壊滅させた可能性がある。完全に絶滅したのは19世紀後半だと言えるだろう。シトクラエクセル、ありがとうございます。